皆さんこんにちは。お久しぶりです。しばらくですね、あの動画をアップできてなかったんですけど、実はインフルエンザに、今週の月曜日からかかってましてね、39度4分まで上がってしまって、しばらくずっと、まあ、熱は下がっても、咳とか、あと痰なども出たりしてね、結構大変だったわけですけど、まあ、今はかなりね回復してます。もうちょっとで完治かなって感じはするんですけど、久々に動画をアップさせていただきたいと思います。で、まず、インフルエンザということで久々です。多分10年ぶりぐらいにねかかったわけですけど、皆さんもインフルエンザ今年はすごく流行ってるみたいなので、ぜひともねインフルエンザかからないように、うがい、手洗い、あとは除菌とかをね、した方がいいと思います。そしてマスク、これって結構重要だと思います。それによって、インフルエンザね、かからないようにしていただきたいと思います。インフルエンザかかってしまうと最低でもね1週間ぐらいはなるべくもう外出ない方がいいです。治ったとしても、他の人にうつしてしまう可能性があるので、インフルエンザはねかかった人はもう極力もう会社、学校休んでですね、とりあえず家で安心する、これは必要だと思います。で、今回ですね、これとは別件で、お話しさせていただきたいのが、数日前にですね、私のチャンネルの方に、3000円をね、支援してくれる方、まあ多分ちょっと手数料引かれてるんで3000円いってない感じだったんです。多分3000円ぐらいだと思います。それをねご支援いただいた方がいらっしゃいました。誠にねありがとうございます。たまに、ご支援いただくね、ことがあるんですけど、本当にありがたいです。私自身、実際、まあ、記事を寄稿したりとか雑誌とかもしくはウェブ媒体ですね、ウェブの媒体、もしくはテレビとか、ラジオなんかもたまに出させてもらってるんですけど、やっぱり海外渡航調査するもの、まあ、これが向こうからの依頼があればいいんですけどね、帰国後にそう記事寄稿したりとか、そういったものになると基本的には、まあ、赤字の状態のは事実上です。もうちょっとね、例えばこれから、まあ、本も出して、いっぱい出していく予定ですけど、そういった本を出していくのもありますし、まあ、もうちょっとメディアに出てくればまたそれは変わってくるんでしょうけど、やっぱり今の段階だと海外に行って、かなりまあお金かかってる事実なんですけど、その中で、まあ、貴重な、ね、ご支援をいただき誠にありがとうございます。チャンネルの裏画面から入っていただいて、ご支援するっていうのをボタンを押していただいて、ご支援いただいたんですけど、まあ、本当にありがとうございました。まあ、とにかく、今月ですね、また海外出発する予定ですけど、まあ、有意義な動画をね、こちらで撮ってまいります。面白みのない動画ももしかしたら、前コメントいただいたんですけどね、面白みのない、動画も、まあ、結構あるかもしれないんですけど、まあ、真面目な調査もねかなりしてますので、ちょっとそういう面白みの、ね、ない動画もあるかもしれないんですけど、まあ、ご了承いただければと思います。それでは、皆さん、ぜひインフルエンザね、かからないように、していただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。